はい、皆さん、こんにちは。現代アーティストの松岡隆一です。よろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。ちょっとね、久しぶりの,あのアトリエからの更新なんですけども、ちょっと今日は僕があの自粛中から始めてるプロジェクトについて、ちょっとご説明させてもらえたらなというふうに思います。まあ、そのね、プロジェクトなんですけど、まあ、先にね、ちょっと、あの、どんなものかっていうのを、あの、作品を見てもらった方が、ちょっと早いというか、イメージが湧くと思うんですね。 それが、こういうものなのです。こういうもんです。こういう感じですね。こんな感じの。これギターですね。このギターです。で、これが、この共有のフィギュアに、こんな風に書いてます。で、まだありますよ。これが、こう、ブーツですね。靴に、こう、解体してます。 あとはこれですね。ファミコンの、これセガサターンですかね。セガサターンの、もうここも切ってあって、はい。セガサターンのコントローラーでございます。ゲーム機ですね。これね、ちょっと共通しているのが、えもう使わないものなんですよ。もう使わないものとか捨ててしまうもの。それに、僕がペイントしてアート作品に変えていこうっていうプロジェクトなんですね。はい。そのプロジェクト名がですね、あの、チェントプロジェクトと申しまして、 まあ100プロジェクトで100がイタリア語でチェントなんですよチェントプロジェクトっていうんですけどこのね試みをちょっとあのご勧めさせてもらうとえ皆様からねあの何か1点必要ないものとかまあええちょっとアート作品に変えてほしいものっていうのを1点持ち込んでもらって僕がそれをあのまあサイズ規定はあるんですけどまあ一律1万円で ペイントさせてもらって、で、サインもさせてもらって、で、アート作品として、あの、またお送りする、変装させていただくという形になります。そしてね、皆様に、あの、ま、それを、アート作品として、あの、所有してもらって、飾ってもらったりとか、あとは、ま、スマホケースなんかでしたらね、あの、そのまま使ってもらえたりもできます。それを、ま、チェーントなので、あの、僕が100個作るまで、その、ま、キャンペーンというか、あの、プロジェクトを、あの、していこうっていう、試みに、 なっておりま,す、はい、まあ、イタリア語なんですけどね、チェントっていうのは、僕がまた来年ちょっとイタリアに向けて、あのー、コロナがね、収束した、えー、世界でまた活躍できるようにという意味を込めまして、チェントというふうにさせていただきました。そうなんですよ。本当に、あの、自粛中に皆さん結構断捨離されたと思うんですよ。まあね、こんな、こんな感じで。うん、これもやっぱ捨てるものでね。 切ってやって使えないんですけどこうペイントすることによってちょっと遊び心があったりとかうん本当にもう靴もねあのなんか一回も履いてないようなブーツであったりとかギターももう壊れてますしそういうやっぱり断捨離して捨てるものでも捨てるにはちょっともったいないというかなんかいろんな思い出がある品であったりとかねなんかそういうのを持ち込んでもらってねそういうエピソードもお聞きして。 それに似合う、なんか色をつけたりとか、なんかこんなテイストでっていうのをお客様から言っていただいて、お客様と一緒にアート作品をこう作り上げていくっていうプロジェクトなんですね。そうなんです。それがまあチェントプロジェクトなんですけど、今まあ僕がえスタートダッシュで自分で書いてたのを含めなしと50作品ぐらい集まってきております。本当に皆様ありがとうございます。集まってきてるんですけども、 そうですね本当にその皆様の個性が光ると言いますかその職業によってとかあの、えー、生活によって全然持ち込んでもらうものが種類が違うんですね飲食店の方でしたら日本酒の一升瓶であったりとかあとはそうですねえー、っと、まあ、美容関係の人とかやったらあのリップですね口紅に。 リップを、ま、ちっちゃいのでリップちっちゃいので、3つぐらい書かせてもらったんですけど、あとは、そうですね、音楽関係の方だったら、ま、ギターもそうですし、あの、スピーカーとか、使わないスピーカーにもフルでペイントしたりとか、させていただきました。あとは面白いのはね、うん、あ、えー、あの、ミニ四駆の、 まあラジコンというか、まあミ,ニまあ、ミニオークですね。ミニオークにそのままボディいただきまして、で、それにペントさせてもらったりとか、本当にその皆さん、おののの個性が光るものを持ち込んでもらって、その、なんかこれ持ち込んだら面白がってくれるかなとか、で、なんかこれ個性、 あるでしょみたいな。なんかそういうので、なんか皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていくプロジェクトなので、そこが僕は一番あの楽しんでるポイントですかね、うん。あとはやっぱりそのね、自粛中に始めたのもあって、やはりその、まあ僕、抽象画的、抽象画なんですよ。こんな感じの。抽象画なんですけど、うん、まあ、もともと価値のあるものに書くので、そのものの価値は消えない。 じゃないですか。ギターはギターなので、靴は靴なので、でも、あの、なんか、インパクトが強いというか、全面ペイントすると、何これみたいなね、やっぱり印象をこうやって受けると思うんですよ。単純にちょっと面白いかなと思って、やっぱりね、アートって説明聞いて、解説、解説を受けて、やっと、あの、なんか理解できるというかね、あの、楽しめるようなものも多いと思うので、ちょっと、 うーん自粛中のちょっと暗い雰囲気の中で、そういうのをするよりかは、あの、僕も楽しめる。たくさんも楽しんでもらえる方がいいかなというのを思いまして、ちょっとこんなね、プロジェクトを進めております。はい。結構インスタグラムにたくさんあの載せてますね。はい、あります。で、ま、ほんとね、こういう靴とかも、これも履けないぐらいペイントさせてもらったんですよ。あとは、あの、囲碁版。 囲碁版に書かせてもらって、もう英を打てないんですけど、あの、まあ、オブジェというか、アート作品にさせてもらってます。語彙ももう書いてるので。なんか、そういうもう使わないけど、本当になんか生活の一部であったら面白いなとか、なんか、そういうのをちょっと、あの、日常にというかね、日常にアートじゃないですけど、ちょっとそういうのを目指してやっていこうかなというふうに思っております。はい。 またね、あのこの YouTube のコメントなんでももちろん大丈夫なんですけども、あの、SNS をあのすごく活発にやってまして、主に Instagram をすごくね、あの、ストーリーとか投稿、あの、作品投稿とか僕の活動内容をすごく投稿させてもらってるので、よかったらそちらの方見てもらって、DM などをいただければ対応させていただきますので、どうぞ、チェントプロジェクトよろしくお願いいたします。 はい、そうですね。よかったらチャンネル登録と、えー、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、それでは松岡隆一でした。皆様、よかったら持ってきてください。ありがとうございます。